Hey guys, welcome to our next game. Hopefully this records all right. This is Quintessence. I can't remember the name. It'll be in the description, or it'll be in the title. But I have both games to the series. まさかの無人島生活か。Let's see how it goes.これは現実なのか。俺は夢を見てるんじゃないか。お兄ちゃん、お兄ちゃん。なんだライハ。ぼーっとしてたけどどうしたの？もしかして船に酔っちゃった？いや。大丈夫。大変です。上杉さん船酔いですか？薬いる。酔い止め持ってるよ。気持ちはありがたいが、船を降りてからじゃ意味ないだろう。ただ島を個人で所有なんて現実にあるんだなと改めて思っただけだ。 I never thought I'd have to say this, but let's slow that down a bit.ゲームの設定を変更するか。Also, you can't resize this, which is a little bit annoying. It's a very weird size. There, that should be okay. Tashkani, なかなかないよね。人ごとのように言ってるが、お前らのことだぞ、お前らの。私たちではなく。あくまで父の持ち物ですので。ここ無人島でうちの別荘しかないからゆっくりできるはずよ。迎えの船が来るまで思いっきり羽を伸ばしてね、ふうくん。 So this is the、summer one, which came out first. We're gonna look at them in order of release. ゲームの設定を変更するか。風太郎へのお礼を兼ねてきたんだから、後の段取りは私たちに任せて、のんびりして。おう。でも本当にすっごいね、南の島の別荘なんて。 Well, I don't think the buttons matter. いいえ、そんな。先ほども言いましたが、あくまで父が所有しているものですから。何にせよお前の家のものなんだろ。そこで謙遜する必要はあるか。何ですかその言い方。父にお世話になっている身としては当然でしょう。キュー。 I've seen some of the anime. I've actually got to watch more of it. まあまあ、二人ともそんな細かいことで仲良く喧嘩しないの。それで風太郎くん、まず何がしたい？やっぱりビーチで私たちの水着チェックかな。 You wanna challenge me? Let's do it. Get in the bikini. Strong subject math. なんでやっぱりだよ。しねえよそんなこと。え、しないんだ。他に誰もいないんだし、カッコつけなくていいのに。私はフー君に見てほしいわ。今日のために新しいの用意したんだから。I'm gonna try one more time to see if the buttons mean anything. ゲームの設定を変更するか。後でじっくり見て、似合ってるか教えてね。Yeah, this is a very finicky game, if you haven't figured it out. 私も水着。用意してきたから、一緒にいっぱい泳ぎたい。あ、そうだ、その前に日焼け止め塗らないと。ねえ風太郎、塗ってくれる？ね、風くん。風太郎。 Buttons mean nothing. ほら二人とも、そんなに焦らなくても海は逃げませんよ。のんびり行きましょう。
泳ぐのもいいですけど。いいですか上杉さん、それだけが無人島の楽しみではありませんよ。バーベキューに花火に他にもいっぱい夏の思い出をたっぷり作りましょう。そうだな、定番どころは押さえておくか。というかお前ら、さりげなく自分たちがやりたいことのアピールしてるだろう。あれ？そんな気がしないでもないようなするような。ごめん、風太郎のためとはいえ、やっぱり私たちも楽しみにしてたから。ああ、いや、こっちも別に文句を言う気はない。むしろ別荘で過ごす夏なんて初めてだからな。何をしたらいいのかわからんし、お前らも好きにしていいぞ。お、言ったね。じゃあそうさせてもらっちゃおうかな。ただし夜は勉強だ。は？あれ本気だったの？当たり前だ。俺もお前らも受験生なんだぞ。もちろん勉強道具は持ってきてるよな。 They totally didn't。 フー君に言われたし、一応持ってきてるけど。 Okay, that one's the smart one。 よし、ちゃんと受験生の自覚はあるようだな。Full scores in every subject。ここなら静かで集中できそうですし、昼と夜の生活にメリハリをつけていきましょう。風太郎くんは本当にブレないよね。あの提案、照れ隠しだと思ってたのに。ごめんなさい、こんなお兄ちゃんで。そんな、ライフちゃんが謝る必要ないですよ。でもちゃんとお礼は言わないと。今日はお兄ちゃんと一緒に誘ってくれてありがとうございます。ライフちゃんはなんていい子なんでしょうか。やっぱりうちの子にしたいです。上杉さん、どうしたらいいですか。No, stay away from the kid, you little weirdo. どうにもできないだろう。ライハちゃん、気にしなくていいんですよ。やりたいことがあったら遠慮しないで言ってくださいね。I don't know, but that one seems to remind me, the one with the stars in her hair, reminds me of Gundam Seed for some reason. まったく。いきなり別荘なんて言われた時には驚いたが、ライハも喜んでるし、これでよかったんだよな。話ってなんだ？わざわざ呼び出さなくても学校でよかっただろう。その、学校では少し話しにくいことでして。は？あ、いえ、特に深刻な内容ではありませんから、上杉君には悪い話ではないと思いますし。おい、その言い方はむしろ不安になるんだが。いつきちゃん、ちょっと落ち着こう。話の入り口から間違えてる気がするからね。あ、すみません。私たちから風太郎にお礼がしたいんだ。お礼？はい、上杉さんにはたくさんお世話になってますから、ちゃんとお礼をさせてください。なんだ、家庭教師のことか。だったら報酬をちゃんともらってるし、改めてお礼なんて必要ない。それとは違うわ。ふうくんだって分かってるんじゃない？ああ、
まあな。だよね、風太郎くんはそこまで鈍くないもんね。ですが、ここはきちんとお伝えすべきかと思いまして。その、私たちがこうしてここにいるのは、上杉くんの、なんだよ、言いかけてやめるなよ。交代する？お願いします。じゃあ、風太郎。なんだ？風太郎と出会ってもうすぐ1年、いろいろあった。本当よね、思い返せばあっという間だった気がするけれど。もし風太郎がいなかったら、きっと私たちこんな風に笑顔で過ごせていなかったと思う。私たちがここまで来られたのも、今の私たちがあるのも、風太郎のおかげ。そうか、俺は別に、お前らが自分で選んできた結果だろ。だとしても、風くんの影響がなかったわけないもの。そうです、上杉さんあっての私たちです。大げさな。照れない照れない。とにかくですね、そういうわけでこれから受験勉強が本格化してしまう前に何かお礼がしたいのです。そうか。あれ、なんか反応薄いな。だから照れなくていいんだってば。照れてねえよ。改まって言われると気恥ずかしいっていうかな。それでお礼なんだけど、夏休みに入ったら風太郎くんをうちの別荘に招待したいの。は？別荘？うん、別荘。海の近くで遊ぶのにちょうどいいんだ。その代わり暑いんですけどね。別荘は避暑地ってイメージからは遠いです。あ、でも電気はちゃんとしてますから、エアコン効かせれば問題ないです。って、上杉さん？さっきから真顔ですけど、どうしました？なるだろ、真顔に！別荘ってなんだ？そのままよ。パパの個人的な別荘だから、何の気兼ねもなく過ごせるし、いいでしょ？ああ、そうなのか。どうかな？招待、受けてくれる？いや、軽く言ってくれるが、別荘って。最近ちょっと忘れかけたが、セレブどもめ。Bro, free trip to an expensive villa. How can you say no? もし迷惑ということでしたら別のことでも。あ、そうそう、ライハちゃんもぜひ一緒に行きましょう。ライハちゃんにもいろいろお世話になりましたからね。それに、一緒に行けば絶対に楽しいです。ふうくんとしてもライハちゃんを残していくのは不安でしょ。 This is a trap. まあ連れて行けるならありがたい。ライハも少しは遊ばせてやりたいし。ってちょっと待て、もう行くってことで決まりなのか？ダメ？いや、ダメってわけじゃなくてだな。俺たちは受験生なんだぞ。夏休みだからって遊びほうけてられないだろ。もちろん夏休み中ずっと別荘生活なんて無茶は言わないよ。私だって仕事があるし、今のところ夏休みに入ってすぐの週末2泊3日って考えてるんだ。それくらいだったらどう？上杉くんにも都合があるでしょうし、無理には。夜は勉強だ。勉強道具を持って行って、夜は全員で勉強する。それでいいなら行こう。まあ、その、せっかくの招待だしな。It's not like I wanna go or anything like that. そっか。じゃあ、決まりね。
Tsundere. Yatta! What's the other one? Raiha-chan to besso seikatsu da! There's Tsundere and there's the other one. I can't remember. I always get the two confused. Soko ka yo. Yotsubarashii desu ne. そして夏休みに入り、こうして別荘にやってきたわけだが、まさか別荘がある場所が無人島だとは思わなかったんだが。あれ、行ってなかった？行ってないぞ。海の近くだとしか聞いてない。ここまで送ってくれた船も五木さんたちの家のものなんだよね。クルーザーを持ってるなんてすっごいね。久しぶりに乗ったけれど、やっぱりクルージングは気持ちよくていいわ。あさってには迎えに来てくれるんだし、また楽しめる。それじゃ別荘に向かいましょう。案内は任せてください。はい、こちらが別荘でございます。おお、すっごい立派だね。ちなみに裏には山や滝があって、お散歩にぴったりですよ。あっちの道を行くとビーチがあって、あとは四つ葉、一気に説明しても分かんなくなっちゃうわよ。 Let us explore。 そうだね、その辺はまたゆっくり説明するとして、ひとまず中へどうぞ。 If you insist。 ああ。気に入ってもらえましたか？うん、こんなところで過ごせるなんて本当にありがとう。いいえいいえ無人島だってのに手入れが行き届いてるな。驚きだ。パパが管理を任せている人たちがいるの。年に何回か設備の点検や掃除に来てるらしいわ。じゃあざっと説明しておくね。1階はこのリビングやキッチン、トイレ、あとお風呂とかがあるんだ。2階がお客様を泊める部屋。7部屋は余裕であるはずだから、後で誰がどの部屋で寝るか決めよっか。はい。2階には他に父の私室や談話室もありますよ。談話室って？簡単に言うと、みんなが集まっておしゃべりしたりする部屋です。確か本なども置いてありましたね。パパの部屋は勝手に入らない方が良さそうね。ええ、そうしましょう。あとは地下室かな。地下って何があったっけ？倉庫？うん、食べ物とか必要なものはそこに用意してくれてるはずと。まあそんな感じかな。わからないことがあったらまた聞いて。ちなみにお風呂は温泉ですよ。温泉？そんな大げさなものじゃないよ。湧いてる温泉を利用してるだけで、普通のお風呂だから、はあ、島だってのに至れり尽くせりだな。でしょ。これでネットが使えたら完璧なんだけど、そこまで贅沢は言えないか。あ、そういや外との連絡はどうするんだ？万が一ってこともあるだろう。船は帰っちまったし。ああ、非常用の無線があるよ。と言っても本当に非常用で、今まで使ったことないんだけどね。使うような事態にならないことを祈るぜ。ダメですよ上杉さん、そういうことを言うと使う事態になるのがお約束です。 I'm sure that's not foreshadowing, folks. 心配しなくても、たった2泊3日だもの。何事もないわよ。そうだね。何事かあってほしいって顔ね。ニノこそそんな顔。まあ気持ちはお互い同じか。迎えの船が来るまでここにいるのは私たちだけだもの。風太郎と三日も一緒、一つ屋根の下で。やっぱり二人は本気なんですね。五木さん、どうかした？いえ、何でもありませんよ。早速ですが、夕食の準備を始めませんか？
Don't worry, we're just planning to do horrible things to your brother, whether he wants to or not. I mean, don't worry about a thing, sweetie. お腹空いてたんだね。そういうわけでもないのですが。お前、船のビュッフェもあれだけ食ってたのに。違います。もうすぐ日も傾いてきますし、今日はもう外に出るのはやめておきましょう。残念だけど、明日から思いっきり遊べばいいもんね。じゃあ、2階に行って部屋を決めちゃおっか。私は先に夕食の準備を始めてるわ。部屋はどこでもいいから荷物入れておいて。オッケー、よろしくね。ニノ、手伝う。そう。じゃあ倉庫に行きましょう。材料何があるのか確認しないと。私もお手伝いする。 Just realized we're doing two games by these guys. The same dev team did Konosuba. ならライハたちの荷物は俺が持ってくぞ。いいえいいえ、何をおっしゃいますか。上杉さんとライハちゃんはお客様なんですから、ここでゆっくりしていてください。ゲームデータをセーブするぜ。Oh gosh, that name. Quintrop Blitz. That's just what I'm gonna call it. And forward to dinner. Oh yeah, that's right. I'll return. I'll do my best to teach you. じゃあ夕飯を楽しみに待たせてもらおう。そう言われるとますます張り切っちゃうわね。Is there a way to see who we... Okay, so we can't see the parameters yet.うん、料理だってお礼なんだから絶対に満足してもらわないと。私お部屋の中も見たいから、いちかさんたちと一緒に行くね。お兄ちゃんの部屋は私の隣でいい？ああ、いいぞ。荷物は後で自分で持ってく。はーい。それじゃまた後で。お客様か。あいつらにこんな扱いをされるのは新鮮だ。嫌じゃないし気持ちは嬉しいんだが、こうも落ち着かなくなるもんなんだな。またあいつらに教えられたか。ん？外が妙に暗くなってる。まだ日没には早いはずだが、雲行きが怪しくなってる。いつの間に。そういや、送ってくれた船の船員が遠くに嵐が来ているが島に影響はないだろうと話していたが、いや、まさかな。あんなこと言ったからってまさか。Day one by pretty quick.窓がすごい音を立ててるんだけど。割れちゃったりしますかね。わからんが危険だし近づくなよ。わあ、今ちょっと揺れなかった？揺れましたね。風が相当強いようです。どうしてこんなことに。これはやっぱり昨日風太郎くんが使うような事態にならないことを祈るかなんて言っちゃったから。そんなわけないだろ。きっと嵐の軌道が大きく変わったんだ。そうなの？昨日嵐が来ていると聞いたんだ。あれから風の向きが変わってここを直撃するコースに乗ったんだな。まあよくあることだ。不運だったと思うしかない。不運って。ふう君はそれでいいの？せっかくの夏休みで別荘まで来たっていうのに。いいも何も、自然のやることに腹を立てたって仕方ないだろ。そうだけど。まあまあ、ここは風太郎くんは冷静で頼もしいってことにしておこう。なんか微妙な峠を感じるんだが。こんな島で嵐なんて大丈夫でしょうか。建物が持つのか心配ですね。島だからこそこういう事態も想定して建てられているはずだ。そこまで心配はいらない。You might want to check to make sure there's anything to block the windows. Just saying!
とにかく嵐が行ってしまうまでここに集まってじっとしているのが良さそうですね。でも困りました。何が？だって外に出られないとなると暇になっちゃいますよ。家の中で遊べるものは持ってきてないんです。だったら勉強だな。雨の日は意外とはかどるぞ。勉強ですか？他にやることないんだろ。ないですけど。あ、ほら、私たちが勉強してたらライハちゃんがつまんないと思うんです。うんうん、大丈夫だよ。私おやつ作ったり飲み物用意したりしてみんなの応援をするから。本当にライハちゃんはいい子ですね。さすが風太郎。本当にさすがとしか言えないわ。ああいう自分を貫くところもいいんだけど。でも上杉くんの言う通りです。そもそも私たちは受験生なのですから、静かに過ごしつつ勉強に取り組みましょう。いつきちゃんは真面目だな、よし、始めるぞ。勉強道具を取ってこい。はーい。Does he? I wonder which one he actually ends up with. Well, I know in the game it'll depend on who. So we're gonna save it for day three. Game data をセーブするぜ。These go by pretty quickly. So we'll see you guys then. Again, this was just a short look. The next episode will be longer. So thank you guys so much for joining me. Have a great day, guys. Hopefully you'll be excited for this series. Bye, everybody.